12回沼田花火大会グランドオープニング、沼田花火ファンタジア、突き抜けろ、たどり着く果てまで。この先長いこと
年っぽいですか？はい、なんか
か成功した感じですね。はい。あ、いや。いや、レインボーのこれ大きなクワガタですね。レインボー。はい。ですね。これ小さい時からカブトムシやクワガタが大好きでよく取りに行っていましたと。特にクワガタが大好きで、ハサミが大きい方を厳選していたそうです。なるほど。こんなレインボーのクワガタを取ってみたいですね。取ってみたいですね。めちゃくちゃテンションがいいですね。こんなのですね。ねえ。さあ、キラキラしていますが、続いては、はい、3年生の飯森姫さんの作品ですよ。あ、何が来るんだろう。なんかお花とかね、昆虫が、ね、今まであったような感じが。はい。夏、青春。おっと。チリンって聞こえた。風鈴ですね。ああ、いいですね。涼やかでね、風鈴の音色は夏の暑さを吹き飛ばしてくれそうなくらい綺麗な音色です。そんな音色を涼しそうな感触を使って表現したそうです。わあ、やっぱり風鈴の音色ってこう、あ、いいですね。涼しげでね。またあの模様が素敵じゃないですか。はい、ね、ちょっと美しいね、このブルー系を中心に使われたということで、はい、お花の絵が入っていて、一服の量ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、続いてはですね、はい、2年生の諸田敦樹さんの作品なんですが、まだキラキラしてますね。ああ、なんでしょうね。キラ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 している何かが形作られようとしてますね。今300機のドローンが何かを形作ろうとしてるわけですね。はい、でしょうね。はい、これね、なんか何もならなかったらちょっと寂しいですね。お、来た。これは棒で、おお、当たった。で、パカッ。これもしかしてあのビーチとかでやるスイカ割りじゃないですかね。ああ、なんかキャンプとかね、はい、宿とかでもやりましたね。ね、こちらはですね、諸田君があの、ね、自分がスイカが大好きということで、部活の合宿でスイカ割りをやったことが思い出だったので、ドローンで表現したそうです。なるほど。はい、ね、まだほら見てください、スイカが跳ねてる。スイカめちゃくちゃ早いですね、食べるのね。食べたい。早い、まあ、暑い夏スイカですが、すぐ食べちゃいますよね。はい。さあ、ここから私が代わって紹介していきましょう。続いての作品は3年生の星野瑠璃さんの作品です。なんだろう、キラキラしてますね。キラキラしてます。ブルー、パープル、はい、白も混じってるかな。夏、青春、沼田ですよね。ですよね。はい、涼しげなものが何何続いた感じ。あ、何何、あれはなんか、なんか美味しそうな感じ。今日食べた人もいらっしゃるんじゃないですか。あ、上からピンクの分かった。何、かき氷じゃないですか。去年よりかき氷をたくさん食べたと、はい、一番好きなかき氷に出会えたというルリさん。何味？なんだろうね、何味かな。気になる。練乳小豆がおじさんは好きですけど、はい、渋、まあ、おじさんなんで、はい、じゃあもうですね、はい、いや、絶対おいしい、一番出会えてますよね。はい。さあ、続いての作品は3年生加納海さんの作品です。キラキラしてますよ。それやったですね。なんかね、かき氷、そしてブーリンと。夏ですね。スイカと、おっと、これは何だろう。お、何だろう。木に花とかな。これはね、はい、沼田市にあるラベンダーパークを意識して作ったということですよ。あ、ラベンダー、夏ですよね、ラベンダー。ねえ、ラベンダーは紫色がとても印象深くて、風に揺られるととてもいい香りがするんですよね。そして最後には印象深い紫色は絞って緑の、ね、緑が残るんだそうです。なるほど、夏の終わりにぴったりですよね。ねえ、爽やかな高原に行きたいです。はい。さあ、続いての作品は、はい、3年関上環奈さんの作品です。キラキラしてますよ。はい、今度は紫色がラベンダーの残りがバッと切り方、なんか棒のようなものが、首が出てますね。なんか、なんでしょうね、命の首、これなんか高いと思いません、ね、はい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 。あ、しかし夏だからこれ、キャンプファイヤーじゃないですか。炎だ。炎ですよ。学生の頃に行ったキャンプファイヤーは幼い頃のワクワク感を彷彿とさせます。少し昔の楽しかったことを思い出しながら、この時間をゆったり楽しんでもらいたいということですよ。ありがとうございます。粋な計らいですよ ね、 ね、なんか本当にどんな年齢でもね、なんか懐かしいなって感じがしますよね。はい、
さあ、そして次は3年田村東也さんの作品です。はい、おっと、おっと変わりましたね。はい、丸が3つ、いや4つ、5つ、来た6つだね。六門線、六門線だ。初代沼田城主真田信之、真田家家紋の一つ六門線。沼田市内ではこの六門線の家紋が多く残っています。昨日は沼田公園の信之様、小松姫様の像にもやはり六門線が数多く残されておりましたよ、はい、ねえ、やはり真田の里ですね。そうです、はい、六門線がキラキラとしています。ですね、音もね、なんか勇壮な、そうですね、時は戦国みたいな曲になってね、いいですね。はい、さあ、ここからはどういう流れになるんでしょうね。キラキラ、おお、出てきたよ、なんだろう、出ました。戦国大名により争奪戦が繰り広げた沼田城、沼田公園、沼田城址公園に真田時代のまだ石垣が残っていて、400年以上の時を経て大きな姿を残しているんです。ぜひ今度は沼田城址公園にもお出かけになってくださいね。いや、沼田城いいですよね。沼田城、はい、ね、見たいですよね。このね、風景を映ったものをね、はい、こういう姿になるんですかね、もしかしたらね。そうですね、また蘇る沼田城というところで見たいですね、楽しみですね。はい、はい、キラキラしてますよ。ということで、あの六門線沼田城という流れは沼田の流れになるんですかね。ねえ、勇壮な、おっ、おっと、小松姫ちゃん、あ、小松姫ちゃん今日会場にもいらっしゃいましたよ。いましたね。本田高崎の娘、田中信之の妻、小松姫、留守の城、守り通した小松姫と沼田かるたにも呼ばれています。切られた、切られた、あっ、ラギ型で、はい、バッチリ切られました。勇壮ですよね。はい、今日はね、この沼田花火大会にも来てくれました。盛り上げてくれましたよ。いや、ありがたい。はい、さあ、そして、はい、まだ続きますね。いい、なんだろう、沼田城を祭りのパート6本ね。はい、来たら、あれはピカピカしてます。何か歴史的な何かですか。はい、なんだろう、あ、レンコちゃん、天狗ちゃんもいましたね。後ろから見ましたね。セレモニーでもお話がありましたが、天才から人々を守った天狗様のアカデミーを今年も後ろさん見延びした風間から、花火大会に持ってきて明かりを灯したわけですね。いやー、もう天狗ちゃん様々ですね。様々ですね。さあ、今回のテーマは、はい、夏青春沼からということなんですが、次は何でしょう。はい、いやー、もうでも沼田のね、うん、歴史、そして伝承を感じられるね、この後半でも沼田という街、そして天狗、これね、天狗みこしが2基あるんですが、はい、8月3日、4日、5日の沼田祭り、5日の日は天狗みこし2基、登場されたんです。女性が担ぐ天狗みこし、来年もぜひ8月3日、4日、5日沼田祭りに皆さん遊びに来てください。もう行くしかないですね。いやー、気持ちよかった。皆さん拍手、拍手ありがとうございます。ね、今ね、またこのね、いろんなこうね、伝説とか、ね、歴史とか感じられる素晴らしい終わり方でしたね。はい、お、上空にはただいまスペシャルスポンサーの表示が出ております。ということでね、この沼田花火大会にご協力いただいたスペシャルスポンサー様、並びにね、関係各社のね、ちょっとね、数に限りがありますが、はい、少しご紹介させていただくお時間となります。そうですね、スペシャルということで、さあ、この後ね、スペシャルスポンサーのお名前が出てまいりましたね。さあ、何でしょうか。はい、出ました、 D ステーションレーシング。そしてそのほか、さまざまなスポンサーの皆様、ご協力ありがとうございました。また来年の沼田花火大会へのご協力もお願いします。いや、たくさんの皆様のご協力のおかげで、この、ね、沼田花火大会成り立っておりますからね。そうですよ、本当に。でもこのドローンショー、はい、最高でした。私初めて見たんですけど。いや、でもね、僕もこのね、生徒さんが作ったデザインしたドローンショーってのは僕も初めてなんで、はい、感動しました。そして出ましたね、続きまして
ドローン賞にご協力いただいた企業様ですね。はい、その名もリゾア。リゾアさん、はい、あの群馬県を拠点にね活動されて、もう日本中いろんな地域でそのドローン賞を作る協力をしている企業様だそうです。また見られるかもしれません、ね、いやー楽しみですね。リゾアさん、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、そしてもう一つ出そうですね。そしてドローン賞を企画運営全て行っていただきました、その名もレッグリップ。レッドグリップさん、ありがとうございました。高校生の思いを見事な演出で飾ってくださいましたね。日本最大のドローンショーカンパニー、レッドグリップさん、本当にありがとうございました。いやー、ありがとうございました。いや、素晴らしい時間でしたね。皆さん、ドローンショーお楽しみいただけましたでしょうか。ね、さあ、それでは第12回沼田花火大会の花火プログラムに戻りましょう。マサさん、沼田花火大会の残るプログラムは2つですよ。はい、2つあるんですね、この超特大スターマインは花火本来が持つ美しさ、儚さ、そして力強さを感じられる大迫力で圧倒される感動プログラムなんですよね。さあ、注目はですね、1つの花火から時間差で小さい花火が広がる千人花火、とても人気の高い花火なんですよ。そしてカムロギクという種類の花火をたくさんご覧いただけます。カムロギクは星がゆっくり尾を引いて垂れてくる特徴ある花火で、花火大会のフィナーレでよく見ることができます。はい、花火の世界では金色のことを錦と表現するそうなんですが、その錦カムロギクをふんだんに使っています。さすがマサさんですね、解説バッチリです。それでは鮮やかな千里花火と感動を呼ぶロマンチックな黄金の世界をお楽しみください。花火のパワーが詰まった超特大スターマインが沼田の夜空を埋め尽くします。